広告代理店の最大手、電通の新入社員の女性が過労自殺した問題で、東京労働局が、電通本社や関西、京都中部の、3支社に家宅捜索に入りました。労働局は10月に、抜き打ちの立ち入り調査に入っていましたが、労使協定で定めた、月70時間以内の時間外労働を超える長時間残業が横行していた疑いが強まり、裁判所の令状を得た上で異例ともいえる 大規模な強制捜査に踏み切りました。立ち入り調査を受けた後、電通は22時以降の、全館消灯をするなど残業の抑制に動き始めていましたが、今回強制捜査を受けたことで法人としての電通が、労働基準法違反で、書類送検される可能性が高まり、電通は勤務実態の抜本的改善を迫られたといえます。電通以外の大企業でも、長時間労働は問題化しており、過労死あるいは過労自殺も後を絶ちません。今回の強制捜査は他の大企業に警鐘を鳴らす意味もあると言えます。